皆さんにちょっと資料をお渡ししましたけど、先週ね、心に収めて思い巡らす方法ってどんなにするんですかとか、振り返るってどういうふうにするんですかと、じゃあ私が次で話しましょうって言ったので、今日はそれを取り上げますが、この表紙見てくださいよ。この表紙、これ馬小屋なんです。馬小屋なんですけど、どこにあるかというと、バチカン大使館にあるんです。バチカン大使館の馬小屋をたまたま去年見に行って、たまたま見に行ったんですけど、でそれでもってちょっと写真撮ってきたんですがね、全く将軍家風でしょ。ね、人形見てたらね、将軍と、それからその将軍の奥さんと、それから、だからこれ、もしかしたら、家光、家光、将軍家光でとか で、こっちが春日局とか そんな風にね、見えないこともないんですけど、ちゃんと大僧正いるでしょ。ね、これが沢庵和尚だったりね、いうふうに考えたら、まさに三代将軍家光の なんか想像がそんな風になっていくんですけど、まあそれは置いといて、ちょっとクリスマス近いのでこういう表紙にしてみましたけど、心に収めて思い巡らす方法ということで、簡単に話をすると、まず一日の生活を終える雰囲気を自分で作るってこと大事ですね。だから一日寝る前に、ベッド入る前に、机なりね、何なりに座って、で電気ちょっと暗くして、テレビの音消して、ラジオの音消して、全ての音消して、スマホのことも全部置いといて、という雰囲気をまず作るっていうことです。そしてできれば目を閉じて、呼吸を整えるっていうことをね、ちょっとだけやったらいい。私はだいたい10数えますが、もう3つでいいね。3つで。そんな風にして、ちょっと自分で雰囲気を作る。一日の終わりの雰囲気を作る。テーブルの上にウイスキーがあってもいいんです。ちょっとこうね、一日こう 終えるっていうこの印にね、そう、私はそうします。まず必ずウイスキーがあって、このちっちゃい瓶で、タバコを1本こうくゆらしながら一日の生活を振り返るという、リラックスしてもうそれでいいんです。そして次のページに、まずね、3つのポイントがあるんだけど、この3つのポイント全部する必要がないんです。その日、なんか一日の生活をパッと振り返った時に、一番印象に残ったことがあったりすれば、それをなんかきっかけにすればいい。で、私は大きく3つ挙げてます。自分に対して、社会に対して、神に対してっていう、この3つで、一番いいのは自分に対してで、その日の生活を振り返って良かったと思えることがあったら感謝する。悪かったことがあれば、どうしてそうなったか、あるいはそうしたかを振り返る。自分に非があると思えば反省する。他人に非があると思えば許す。明日が良い日となるよう祈る。これだけです。これだけです。で、そんなにね、長い時間を費やすっていうことはできないので、本当に長い時間費やすんだったら、一日中黙想会でも開いて、あなたの人生の初めからずっと振り返ってみましょうっていうことをやりますけども、日々の生活の中でそんなことできないから、少なくとも一日、そう振り返って、良かったこと、悪かったこと、何かあるか、印象に残ったことがあるかということですよね。で、何か嬉しかったことがあったか。で、そしたらそれを感謝したらいい。で、何かつまらんの、面白くもないとがあった時に、なんでそうなったってね。で、自分に非があれば反省すりゃいい。相手に非がある。絶対あいつ悪いとかって思えば許すっていう、 もうそういうふうにすればいいっていうことですね。で、これが一番簡単な方法だと思います。2つ目、社会に対して。これはね、もうね、いろんなニュースをね、見たりなんかするときに、あることです。で、私は最近、本当にちょっとこの間も話したけども、反撃能力を持たせるっていう、政府の決定には、私、今、すっごく腹を立ててます。私はなんとか24年度からの所得税を支払わなくてもいい方法はないのかっていうふうにも思うぐらい、
私はちょっとこれ日本の将来の安全保障とかあるいは平和というものを考えるときにとっても大事なことだと。税金の集め方云々の問題ではない。でそこをなんかテレビはごまかしてるんじゃないかと思う。この根本的なところやっぱり、話あのなんかあの議論するっていう場がねなんでないんだって私はずっと思いますね。であのそういったことがあるし、もちろんウクライナのことだってね、この社会世界の中で起こっていること、ミャンマーで起こっていること、そういったことやっぱり、大事だと思うことがあればそのこと静かに考えるっていうことも大事になってくるんですよね。そして自分に何ができるかを考えなきゃいけない。ここがちょっとポイントです。でできることがあれば行う方法を考える。大したことできないでしょうけれども行う方法が何かあるか、自分が何かできるのかっていうね。そうしないとそういった社会の出来事に対して私コミットできないっていうことですよ。常に評論家の立場で第三者的にああだねこうだねって論評するだけになってしまう。そんな論評だけではなくてこの社会の出来事に対して私何ができる、コミットするっていうこのこともやはり大事だし、それができるように祈るっていうね。やっぱりあの SDGs の問題とかいっぱいあるわけじゃないですか。で私たちの大学はそういったことも一生懸命やってるわけでしょ。平和についてもそうだしね。でやっぱりそういうことで私たちは何ができるんでしょうっていうコミットメントっていうものを大事にしていかなきゃいけない。そういう意味でこの社会に対してっていうのがある。それから最後にね、神に対してっていうのがあるんですけど、別に神様のことを思うっていうんじゃないです。ここなんです。霊の識別っていうの。霊の識別っていうのはここなんです。今日一日どんな出会いがあったかを振り返って、喜び、感謝、賛美、愛、希望といった自分を勇気づけてくれることがあったかを思い起こす。逆に、悲しみ、怒り、失望、挫折、諦め、臆病、自分の気持ちが塞いでしまうようなことがあったかを思い起こす。そしてこのような思いがどこから来たかを振り返る。そして自分の心の動きを知ることができるよう祈る。ここに私たちは霊の動きを見る。その霊の動きがどこから来るかっていう時に神に出会うっていう、まさにこれがイグナチオの経験したことでした。イグナチオは本を読みながら自分の心の動きっていうものに気がついた。この変化は何と気がついた。それは彼の神との対話、あるいは神に心を向けるっていうことのきっかけになったっていうわけだから、私たちもそれは可能だというふうに思います。そして、あのマリアがすべての出来事を心に収めて思い巡らしていたんだから、彼女はそれを思い巡らしながら、これに一体何の意味があるかと考えたに違いない。だから私たちも自分の中で起こった出来事、社会の中で起きる出来事、そしてそれに対して自分の心がどう動くかという、それを知ることによって、実は神と出会う可能性があるという、そんな言い方ができるんじゃないかと思うんです、ね。これね、早速やってみてください。進めます。毎日毎日ね、私もう疲れたっていう時には、それでも1分でいいね。1分でいい。ふっと考える。そういうことを習慣づけるっていうことになったら、非常にいいと思います。私は、必ず寝る前にそうやって、朝の体重、寝る前の体重、今日の歩数、アルコール飲んだ量、例えば飲みすぎたら×、普通だったら三角、何にも飲まなかったら丸、それから一日何歩歩いた、そして今日ちゃんと19章読んだって19章って書く。そしてあと今日こういうことがあった、もう本当微暴録ですよね。今日こういうこと会議があった、こういう会議があった、別につまらなかったって書くこともあるんだけど、こうやって会議がありました、それだけで、そうやって一日を終えるっていうふうに必ずしてますけども、長々と日記書くことないんですよ。本当に今日誰々に会った、昨日だったか、山中湖で黙想会を、授業の一環の黙想会してて、友人からメールが入ってきて、なんか久しぶりやなと思って、高校の時の親友なんですけど、メールがパッと入ってきて、どうしたのかなと思って、ふっと見たら、
実は妻が亡くなったっていう知らせだった。まあ、脳腫瘍でもうあと2年って言われて、で私はその1年前だったか、彼女とその友達に広大病院で会うんですよ。間違いで、ほっと見たら彼がいて、奥さんと一緒に。わーいとかって、おーとかって言って、そしてその後、奥さんはまあ13日に亡くなったっていう、ね。そういったことも記しておくわけ。亡くなったっていう知らせがあったっていう。もうそれだけ。まあ、そんな何かあるんですよ、やっぱりね。一日の生活の中で。淡々としてるようで何かがある。まあ、そういったことを少し心に留めておけばいいんじゃないかなと思います。まあ、やってみてください。はい、今日はそこまでです。なんか読んだりする、うん、なんかあるんですかねって、ああ、考えてもいいね、何かね。